バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイもゲストっぽいゲストをお迎えしましょう。イシー、こんばんは。イシーです。イシーさんはサウンドプロデュースでお世話になってますギタリストです。そして作曲家アレンジャーでもあるんですけれども、はい、まあお偉いさんなのはほっといて、今日も楽しく一緒に過ごしましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではですね、今日は愛実という私の大好きな曲をお届けしたいと思います。お聴きください、愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で真のような何も知らない、その肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたき一つほんの一瞬で光り続ける、光り続けてく、この胸の中にずっと、この胸の中にずっと。愛実、お聞きいただきました。愛実っていう意味はですね、日を忍ぶという意味なんですけれども、あのですね、この愛実っていうタイトルはもう聞いたまま、愛ね、あの愛情の愛に日っていうね、日にちの日ですよね、はいはい、その二文字で愛実というねタイトルなんですけれども、ちょっとさ、なんかエロっぽいような意味合いかなと思ったんですよ、私最初。わかります。私がハレンチなのか。ハレンチ久しぶりに聞きました、ハレンチって言葉。イシさんに合わせたんですよ。そうなんですけれども、愛実っていう言葉をね検索したところ、辞書で引っ張ったところですね、とってもね深い意味だなと思いまして、この言葉はもうこの歌詞に曲にぴったりだなと思ってつけたんですけれども、なんかね、一番ね、こうラブソングを発信してる陽子の根底にあるような気持ちが綴ってあって、もう二度とこんな歌詞書けないなと思ってます。ほんと、そうですか。なんかね、いくつになってもどんな時でもいろんなシチュエーションに唯一当てはまる曲だなと思ってるんですよ、私この曲を。ハッピーじゃなくても、ハッピーな時でも、それだけじゃなくてね、傷ついた時でも、めっちゃ元気な時でもね、逆にね、私が誰かを傷つけてしまった時とかも、もしかしたらぴったりなのかもしれないなぐらいの勢いで、どんなシチュエーションにもってことですか。そうなんですよね、多分ね、時代とか世代を問わないラブソング。まあ陽子、なかなかこんな歌詞はもう二度と書けないなと思っております。それすごい
ことですよね、まあ、全世代、うんね、リシーさんはさ、うん、だってギターソロさ、やり取りをするじゃないですか、うん、こう作ってくださるときに、うん、で最初にもらったギターソロが変わんない曲もあれば曲のアレンジがどんどん変わってどんどんギターソロが研ぎ澄まされていく曲もあるじゃないですか、はい、やっぱりもうギターソロをこれだって決めたらもうこれ以上はないって思うんですか。いや自分、まあ、アレンジャーとして考えると、うんうん、この曲を考えた時に、うんうん、このメロディーがあってこのサビがあってよしじゃあギターソロで風景を変えたりとか、うんうん、次にまたつなげたりとかする時を考えると、うん、あもうこれいいんじゃないみたいな。でもこれ以上はないっていうことで、そういうことではない。あ、これがいいってこと。うん、今のところこれが多分一番合ってるなと。あれですね。じゃあ、うん、日本人の考え方って、うん、言葉で一番とか、うん、ね最高のものみたいな、もうトップってことですよ、うん、ね、はいはいはい。だから2番以降ってなんかこう粗末に扱ってしまうじゃないですか皆さん。で、うん、すごい、ね、どの分野でもですよ。うん、なんだけど海外って、まあ、英語圏とかさ、うん、アメリカとかはさ、モストとかベストっていう言葉があるじゃないですか。うん、最も。だから一番だけがすごいっていう捉え方じゃないんですよ、うん、ね、やっぱいいものが分かりますね、だからやっぱそれっていいことですね、うん、音楽を作る上でもね、うんうん、です。石井さん日本人っぽくないですもんね、うん、なんか心の広さが。そうですか、日本人っぽくないですもん、うん、褒められてますか。褒めてる、珍しく褒めてますよ。まあだけど、うんうん、そのギターソロも、うんうん、今回こういう流れでこれにしたけど、うんうん、違う流れとか違う日にとったらまた違うことになる可能性も、ね、ありますし ね、 そういう時にはちょっとライブで変えてみようかなとかするんですか。うん、しますね。あ、うん、基本ね石井さんはその曲を聴いてくださってる方がこのギターソロをもう知ってくれてるからとか、うん、このフレーズを知ってくれてるから変えないっていう方なんですけれども、うん、たまにライブバージョンでちょっと違うことが聞けるっていうのはやっぱ特典ですね。そうですね、うん、たまに変えたくなる時もありますからね。なんかもう自分も演奏してて楽しくなっちゃって、うん、そうそう、こんなことしちゃうかよみたいな。あ、いいですね。ありますよね。だけどさ、うん、歌はそれをするなって石井さんに教えてもらってから、うん、いや本当そうだなってとことん、うん、なんか最近つくづく思うんですよ。なんか ね、若い時はなんか自分がフェイクができてるわけでもないのにフェイクしてみたり、なんか格好つけて歌ってみるのが美徳だと思ってたんですけども、そんな格好悪いことを、ね、してた自分も若さだなと思うし、なんかそういうのを見てるとこっちはちょっとこっぱずかしいけど、いいな、音楽好きなんだな、この人歌好きなんだなと思って見ちゃいます。うん、それ一番ですよね。うん、見てる側が、うんうん、あ、この人すごく歌が好きなんだなっていうのがやっぱり伝わってくると、うんうん、なんかね、僕の場合ホッとします、まあ、そのアーティスト、ね、あ、やっぱ好きでよかったっていう。そうですね。じゃあちょっと石井さんがこのギターソロおすすめって言おう、この曲あります。もう全曲ですよ。ギターソロが入ってれば。あ、そうですね、もうその曲でメロディーが違うようにギターソロもちゃんと僕の場合は作曲してるの で、 そうです、ね、大体は、はい、もう全部聴いていただきたいです。そうですね、うん、私がね、曲もでしたね。誰にしようかな、うん、今日はじゃあキスアンダーハグとかいいですか。キスアンダーハグですね。新しい曲なんですけれども、1年経っちゃってリリースツアーもできないまま1年経っちゃいましたから ね、うん、ね、そろそろ新しい曲を やりましょうかね、まあ、だいぶ溜まってきてますしね。そうですね、そろそろ歌詞要項が書けっていう話なんですけれども、うん、頑張りましょう。頑張りましょうかね。ではでは、はい、はい、ではお聞きください、はい、キスアンダーハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる。いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。
この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要な愛。付き合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今ひとつになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる。何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛は僕の中で生き続ける、変わらない I love you。 ずっとずっとそばにいよう、愛しくてたまらない、守り抜きたいよ、特別な いつもありがとう。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな僕らを奮い立たせる愛。言葉は世界を変えていくために必要な愛。いただきました、キス&ハグのちょいちょい、あ、かっこいいなこのギター、お、このフレーズ素敵じゃんっていうのは、今日ゲストっぽくゲストとしてね、あ、ゲストじゃなかった、ゲストっぽいゲスト、合ってる、ん、ゲストじゃないんだよ、まあそういうね、お依頼さんのイッシーさんが弾いてらっしゃいますので、ぜひイッシーのことも検索してみてください。お願いします。ウィキペディアもありますよ。よくもウィキペディアありますけれどもね。そうですね、そうですね、まあ皆さん、あの、好き勝手書けますから、ウィキペディア、イシーはゲストっぽいゲストだとかね、あの、ヨーコはなんかふざけてるとかね、いいんじゃないですか、否定しませんから、ね、うん、そうそうそう、そう、人間味ありますよ、うん、否定しませんね、ほんとゲストっぽいって、そうですそうです、あ、っていうかね、最近、うん、あの、私もちょっと、あ、なんていうのかな、こう、時間がさ、早く過ぎてほしいなって思うことが多々あるんですよ。例えば早く寝つきたいのに寝つけない時とか、うん、あ、もうちょっと
待ち時間長いなとかね、うん、そういう時に YouTube を見ることが増えたんですよ。今までなかったんだけど、うん、そしたらちょっとまあどうでもいい話になったらいけないけど前置きするよ。いい？はい。実はですねこの間たまたまこう YouTube スクロールしてたら、うん、上がってきてでそのサムネイルがねあの21歳の男の子たちが息子たちがお母さんに駄菓子屋に行くからお金ちょうだいお小遣いちょうだいって言ったらいくらもらえるかっていうのをしてたんですよ。21歳の男の子たちがね立派な大人の仲間入りしてる YouTuber さんですよね。有名な YouTuber さんたちがそれをしてたのね、うん、そしたらさ私はその YouTuber さんは知らなかったのよ、まあ、YouTube あんま見ないから、うん、そしたらあのうちの子に話したらもうもちろん知っててで人気の方々でですねそしたらね可愛いのお母さんたちに音声だけなんだけどおねだりする子もいるんですよ。お母さんみたいな感じで、うん、そしたらお母さんたちがみんな気持ちがある気持ち悪がる何みたいなうちのこんな息子はいないっていうお母さんみたいにも面白いんだけどで中にはいくら欲しいのって言われて明日駄菓子屋さんに行くからちょうだいって言ってるから、うん、そしたらあのお母さんがえお金持ってないのって言うのいやお金持ってるって、うん、だけど明日駄菓子屋さんに行くからお小遣いちょうだいって言うんですよ。そしたら分かったじゃあいくらくれるのって、うん、300円って妥当だなと思ったんですよ、うんうん、私も300円もらったら駄菓子っていっぱい買えるからね、うん、遠足も300円とか、まあ、よくて500円の世界だからそうそうって思って聞いてたら、うんなんとね、中にはね、もらえない人もいて、びっくりだったの、それが。お母さんが怪しいんで、あ、言ってんのこの子みたいな感じで、くれないのよ。逆に心配しちゃうよね、多分ね。そうそうそう。まあ、変な子だっていうのは、もう多分親が一番分かってるから、また変なこと言ってって言うんだけど、私ね、多分ね、いくつになっても、例えば私が60歳で、うちの子が40歳になっても、そんなこと言われたらね、あげちゃうと思うんですよ。あげちゃうんだけど、でもあげないっていう選択肢が私の中でなかったから新鮮でもらえない人もいるんだってで中には170円って言われてすっごいなんか微妙な数だなと思ってそしたらあの後々卵焼き作って半分あげたら50円アップになって220円でしたとか220円もちょっと中途半端ですけどねそうそういやなんか家族っていいなって親子っていいなって思ってでその後に私がもう夜中だったんですけどうちの母に LINE したんですよ。お母さんって陽子があの駄菓子屋さんに行くからお小遣いちょうだいって言ったらいくらくれるって、うん、で YouTube の URL を送ったんです、うん、ちょっとこれ見てたら地味にちょっと気になっ ってそしたらうちの母が今の陽子か昔の陽子で金額違うよって、うん、えじゃあ今の陽子だよって送ったら1000円って言ったのすごくない豪華桁が違うそうですそれをあの次の日ねうちの娘に自慢して1000円だよそうそう1000円ももらえるって1000円あると実際結構買えちゃうんでしょう、うん、だって大人買いできますよあの駄菓子も1箱買えちゃいます30円とか20個いるだったら600円でしょ、うん、買えちゃうからね、うん、うちのお母さんが大人買いするでしょっていうわけ、ね、ちっちゃい時の私に聞かせてあげたよねちっちゃい時だったらいくらになったんだ100円、ね、おもうあのね消費税オーバーしたらダメなので私1つ下と11下に弟がいるんですね、うん、で1個下の弟とはよくねあのお菓子をほら買い物に行くと買ってもらってたし、うんまあ、もちろん喧嘩もするし、うん、なんだけど比較的いい子たちだったの私たち喧嘩はするけど本当お利口さんだった、うん、で私たちは絶対100円超えたらダメだよお菓子って言われてたのに11個下の弟もうね甘やかされまくってるから、うん、多分100円超えてあのお菓子持ってくるの当たり前なの100円いないとか言われたことないはず、うん、もう好きなのを持ってくれば全部買ってもらえるっていう、ね、そうそう200円だろうがねうん私2個持ってきたらどっちかにしなさいって言われると思うけどもうそんな感じだったから私その大人買いするでしょって言われて1000円って言われた瞬間なんか嬉しかったもう本能的にすげえ、うん、と思ったそうそうだけどさじゃあ今度駄菓子屋さん行くねって言ったら、うんうん、あのお小遣いもらいにおいでってうちの母が言ってくれたんですけどいいお母さんやねいいお母さんです、ね、ぜひ石井さんもお母さんに言ってみてください、うん、あの駄菓子屋に行くからお小遣いちょうだいってもうすごいくれるかもくれるかもね、うん、たくさん、ね、うちの息子がなんかあったのかなそうそうそうもう石井がなんとおねだりしてくれたっつってねいやある意味ちょっと嬉しいかもですね、うん、年齢重ねるとね、どうでもいいアットホームな話をねさせていただきましたので
皆さんにちょっと聴いていただきたい曲があります、はい、この間の生配信ライブでもあこの曲やっぱりいいなって思ってもらえて嬉しかった曲があります、はい、皆さんが皆さんの大事な方とハッピーでありますようにという思いを込めて歌い続けてもうはや 2、3年、ラブレターズ、はい、お聴きください。幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日のメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。来週はなんとシノンが、うちの娘がですね、ゲストで出てくれるということですので、駄菓子についてまた来週も語りますかイカとかさ、美味しいですよね。美味しい ね、スルメイカとかね、うん、もう最近ビールを飲んでませんが、オリオンビール最高ですよね。すよ、沖縄行ってね、私オリオンビールばっかり飲んで、飲みたいですね、そう、夏って言ったらオリオンビール買っちゃうんですよね。あ、いいですね。そうなの、まあ、沖縄めちゃくちゃ最近行きたくて、うん、もう行きたくて行きたくてしょうがないんですけれども、行きたいですね、本当に、ね、そうですね、もう何年行ってませんっけ、2年ぐらい行ってないですね、うん、どこに行きたいかなと思っていろいろ検索してたら、うん、中華料理屋さんの美味しそうなとこあったんですよ。食い物ですねそうなの、最近ね、私ちょっと体重が減りまして、ほう、まあしょうがないんですよ、人が生きていくためには痩せるときと増えるときとありますからね。ありますからね。なんですけれども、食べ物の欲あんま食い込むことができないんですけれども今、うんうん、なんだけど欲はめちゃくちゃあって、じゃあもういろいろ調べてるわけですね。そうなのよ、どんだけ暇なんでしょう。いいね、で私ね、皆さんお仕事ください、うん、私暇してますそうなのよ、だからね、めっちゃ美味しそうな中華料理屋さん見つけて、いや、いいねと思って、ね、うん、食べてみたい。あと沖縄そばも絶対食べたいですね、ソーキそば、あと、うん、あれ、ステーキ、ステーキ屋さんのはしごしたい、うん、ステーキ、うん、やっぱりステーキみたいな。あ、そうやっぱりステーキもね、鹿児島2号店ができましたけれども、うん、そうそうなの、もういっぱいあるじゃん、うん、私ね、AI ソースをね、舐めただけで、ね、AI ソースで食べたことがないってことに気づいたわけよ。なんかさ、ごめんなさいね、私ね、変わった味にチャレンジする勇気がなかなかなかったんですよ、うん、で、やっぱ大人になったらさ、そういうチャレンジ欲も出てきますよ。で、よくよく見たら、あ、私 AI ソース食べたことないな、沖縄といったらこのソースだろうっていうので、沖縄のステーキ屋さんはしごして1日3カ所ぐらい行きたいんですよ、本当に100g ずつだったら、いや、私200ずつはいけません。200ずつ行って1日3カ所ステーキ屋さんに行って、うん、良くない、良くないって私の問題ですねいいですよ、まあ、石井さんとかね、他のミュージシャンの方々が私のことおいでっても一人で私は行こうと思ってますそっとしてたやつ、ご飯ツアーね。そうです、あ、ピアノのおうちゃんは大丈夫なんじゃないですか、うん、おうちゃんめっちゃ食べるからね。
そんな感じで沖縄旅行も夢見てるんですけれども、もう少しですね頑張りましょう。コロナのね、収束を願って、その収束することはなくても上手に付き合える未来が来るはずですからね、そうですよ、それを願ってね頑張りましょうかね。ではでは皆さん、あっという間にバニラスカイの終わってしまいますが、ね、あっという間に終わります ね時間が過ぎるのは早いです。来週はキャピキャピした中学校2年生がゲストでございますので、おね、もうファンですよ。あ、ファンですかありがとうございます、はい、なのでね、ぜひあの来週も聞いてください。メッセージ待ってます、はい、ということで今週もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。よくは皆さんのことを、皆さんがハッピーであることを祈っております。医師、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、一緒にバイバイハッピー。